日本語のお稽古っていう話がね、すごくもうそのままなんですけど、お稽古するってことは、古きを考えると書いて、稽古の稽って考えるっていう意味なんですね。古きを考えるでお稽古なんですよ。でつまり今やった一つ一つの一回一回の動きがどうであったかをちゃんと考えるってことなんですね。つまりこれをフィードバックと言います。今風に言うとね。でほとんどの人がね、フィードフォワードって言ってね、いいイメージで動こうとするんですね。いいイメージで動こうと。これはいいんですけれども、こればっかりやってると実際物理的身体がどう動いてるかちょっとこうほっといて、そればっかりやってると体が変化してきてるのも気づかない。例えば今大谷翔平選手クラスのすごいいい体をして、物理的に動く、構造的に動く体を持っている人が良いイメージを持ってバッティングをする、これはもういいですね、いいんですが、もしその大谷翔平選手がね、もしですよ、その自分の体がどう動いているかっていうフィードバックをせずに、フィードフォワードばっかりですね。フィードバックって面倒くさい作業だからみんなやらないんですわ。めんどくさいから。フィードフォワード、いいイメージを持ってやってたら、どん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 年齢重ねていくと、体が、例えば背骨一本一本動いてたから、そのイメージ持った時にそれが重なっていいパフォーマンス発揮できてたのに、例えば3年経った時に背骨がどんどん固まってきて動く関節が減ってきたと。で、いいイメージを持ってやってるのに、あれってなってくるんですね。あれってな、ほんとそうするとスランプ陥ります。ドクタースランプあられちゃうなります。あ、それ違いますね。いわゆるそれがスランプっていう状態になるんですよね。で、そのイメージを追いかけようとする。で、やってた時の感覚が残るんで、そのいい感覚をまた追いかけようとする。しかし、その感覚はもう過去だしないし、物理的身体が運動してる箇所が変わってしまったんだから、その感覚は、それによく似た感覚さえもですね、もう感じれなくなるということなんです。だから常にね、この物理的身体の方をちゃんと煮詰めてる。だから日本語の稽古っていうのはすごい言葉です。フィードバックなんで、まさに身体開発そのものを表す言葉。ですね。身体開発イコール身体稽古というふうに言えますね。こんにちは、身体稽古です。あ、それいいですね。だからイメージが悪いわけではないんですが、フィードバックの方を大事にしましょうということですね。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、星の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。